キャナルストリート駅は、マンハッタンの双方と、チャイナタウンにまたがるニューヨーク市地下鉄の乗り換え駅で、ある。BMT ブロードウェイ線、IRT レキシントンアベニュー線、BMT ナッソーストリート線が駅舎を共用している。以下の運行系統が乗り入れている。この乗り換え駅は、もともと別々であった4つの駅を、地下連絡通路でつなげたものである。4駅中3駅は、 キャナルストリートと直行し、ブロードウェイ、ラファイエットストリート及びセンターストリートと交差している。マンハッタン橋線はちょうどキャナルストリートの下を走っており、他線との連絡通路の役割を果たしている。キャナルストリート駅を出ると、マンハッタン橋線はほぼ正確にブロードウェイの地下を走行する。複合駅は1999年から2004年にかけて、 全面的に改修され、ブロードウェイ線本線ホームは開業当時の姿に復元された。チャイナタウンに立地していることから、新たに漢字のモザイクが取り入れられた。壁の赤い変額には、金と、運を意味するシンボルが入れられ、モザイクの駅名表には、中華街を表す、花布の文字があしらわれている。1990年代の改修工事の際には、 オリジナルのモザイクが見つかっていたが撤去されるか大いなおされていた。オリジナルの駅名標の一つはニューヨーク交通博物館が所蔵している。キャナルストリート駅の各線の進路は以下の通りである。この複合駅には全部で階段が13本とレキシントンアベニューセンホーム直行のエレベーターが2台設けられている。IRT レキシントンアベニューキャナルストリート駅は 相対式ホーム2メミ4線のローカル駅で1904年10月27日に開業した。1940年代と1950年代にホームが延長されたため、面向きの異なる2つの部分に分かれている。開業当初からの部分は大小のタイルで覆われた愛蛍光の柱と装飾的な天井を備えている。新しい部分はホームの探索で、 1950年代にグリーンのタイルが施された。i n d 式の通過なるストリートという案内板も残っている。照明は更新されている。駅名標は開業時のものではない。また小さな C のモザイクがあしらわれている。BMT ナッソーストリート線、キャナルストリート駅は島式ホーム2面3線の駅であるが利用者が入れるのは西側のホームだけである。 以前は2本のホームが南端でつながっており、中央の線路が車止めで終わっていたことを除けば、一般的なエクスプレス駅の構造だった。この行き止まり線が最後に使われたのは1990年代中盤のことで、週末にチェンバーズストリート駅ではなく東駅止めになる JK 等が使っていた。また、行き止まり線の間には乗務員専用の狭いホームもあった。 2004年以降、東側の線路は使用されなくなった。現在は西側の2線のみ使用され、東から2番目の線路は撤去されなくなっている。また、駅の南には以前マンハッタン橋場まで伸びていた線路があるが、現在は途中で切れてつながっていない。改修工事により、開業当時の駅名標が復元され、壁と床のタイルは張り直された。 BMT ブロードウェイ線、キャナルストリート駅にはホームが4本あり、2本ずつ2層に分かれて設けられている。または各層をそれぞれ別の駅とみなしている。上層ホームはモンタギューストリートトンネルを経由して、ローアーマンハッタンへ向かう系統。下層ホームはマンハッタン橋から向かってくる系統が使用している。本線のキャナルストリート駅は相対式ホームに目に温線を有し、 外側2線の観光線だけが、モンタギューストリートトンネルに向かっている。内側2線は、シティホール駅の仮想会から出て、キャナルストリート駅に向かって、北に進み、2、3ほどのところの車止めで終わっており、営業運転で使われたことはない。この線路を引き乗線として使うこともできるが、すでに近くのシティホール駅の仮想会が引き乗線として、使われており、 完全に上長なものになっている。当初これらの線路はシティホール駅まで続き、観光列車はそこで折り返す予定があった。しかし、その後の計画変更で同駅の滑走会は使用されないこととなり、折り返し列車も設定されていない。1960年代後半に改装工事を行い、ホームも延伸された。さらに2001年に再度改装されている。 マンハッタン発線のキャナルストリート駅は相対式ホーム2面2線の駅で開業時はブロードウェイ駅と呼ばれていた BMT ブロードウェイ線上に位置してはいるが元々本線とは別の駅とされていた複合駅の他の部分とは直行する向きで仮想会に設けられている駅の東で線路はマンハッタン橋の南線を渡りブルックリンに入っていく駅の西では 線路は北に曲がり、半路を登って、上層の観光線の間に出ると、本線の急行線となる。計画時は、ハドソン川へ向かう路線として建設された。しかし、BMT は、マンハッタン橋へ向かう路線を、ブロードウェイ線急行列車として走行させることを、決定した。1990年にマンハッタン橋が閉鎖された、際には使用されなかった。 1997年に北高線にアレクサンドル・ブロツキー製作のアートワークカナル・ストリートカナルが設置された。2001年には改装工事を行っている。駅の東に BMT ・ナッソー・ストリート線、チェンバーズ・ストリート駅からの線路が伸びている。この線路はブロードウェイ線がマンハッタン・橋北線を通っていた。コロマンハッタン・橋南線につながっていた。 この線路は1967年のクリスティストリート連絡線建設時に切り離され、レールや信号設備等はすべて撤去されている。ありがとうございます。